文分会を再開いたします。なお、質疑に先立って理事者から午前中の答弁について発言の申し出がありましたので、これを許します。荒木市長はい、えー、大変申し訳ございません。あの倉田委員からですね。あの無償化の関係であの認可外保育施設の施設数のあのご紹介ございまして。 えー、私、116と、えー、答弁させていただいたんですが、あの認可外保育施設から京都市へ届け出がある、認可外保育施設としての届け出があるのが116施設でございまして、そのうちあの私ところは無償化の対象施設になりますという確認申請はです、ね、66施設でございます、申し訳ございませんでした。<laughs> お聞き及びのの通りですのでですすすご了承願いいままそれではあ休憩前に引き続き質疑を行います 鈴木委員どうぞよろしくお願いします。えっ、ー、と放課後等デイサービスについてお伺いします。えっ、ー、と2018年度に報酬改定があの行われました。あのこの改定はあのデイのですね質の向上を目指して、えー、理順理順追求をこう優先して質に問題を抱える。 え事業所をえなくしていくことがまあ理由というふうにあの当時のえ報酬改定チームの資料で,でこう言及されていたと思うんですで今回この改定では厚生労働省が定める指標に基づいて市町村が障害のある子どもの状態を判定して手厚いえ支援が必要な指導該当時が 50%以上の事業所が区分の1で50%未満の事業所が区分2であの基本報酬の差が生じた点が大きかったのではないかと思いますであの改定後にですねあの事業所影響調査というのが厚労省によって実施されてされていますでこれはあの区分1と判定されたあの事業所の割合がですね 自治体ごとのこのばらつきが見られたとそのためだというふうにあの書いてありました。で、まあそこでお伺いするのですが、あの京都市の判定方法、そして厚労省からの事務連絡に従って再度再判定されたケースもあると思うんですが、その件数とその結果区分が変わった件数を ま,あまず教えていただきたいと思うんですが、よろしくお願いします大泉こども若者の未来部、子育て世帯包括支援担当部長。はい えっと、放課後等デイに関するですね、まあ、指標該当の件でございます。まず、あの、趣旨をですね、委員からおっしゃっていただきました。まあ、移住追求をする、まあ、ああ、事業所が多くて、質の向上を図っていくと。いうのが目的であるかのように、お話をいただいたところでございますが。基本的にはですね、あの、それぞれの利用数事業所をもとに、さまざまな、状態のお子さんがございます。その、状態数を関したです、費用に該当するお子さんについて評価していくと。 いう制度だというふうに認識しておりますので、まずその理人追求について、何か淘汰をしていくとか、そういったものではないというふうな認識でございます。それから事業所、今回のですね評価の仕方でございますが、判定でございます、本誌でございますが、まず利用している児童が国の指標に該当するかどうかについて判定をしているところでございます。こののの該当したお子さんがが児童の利用日数の割合が まあ50%を超える場合について判定をしていくものでございます。これは国が定めているものでございまして、私ども同様にしているところでございます。それからあのまあこの事業所ごとのばらつきが当初あったこれにつきましては、まあ国自体がですね、あの直あの30年4月1日から事業あの報酬改定が変わっているわけでございます。直前に通知を出してまいりまして、まああのすぐに対応できない自治体について一部その準ずる状態像についてそれを元にしておいて いう国の通知もございましたその結果としてばラつきが生じたものだと認識しておりますが、えー、と私どもについてもですねあのそのことについて再判定をするのではなくてあくまでも国そのものは、えー、例えばです、ね、手帳の所持状況特別使用手当等のです、ねえー、医師の,あの診断書とかがございますのでそれをもって再度確認をいたしまして再判定という形ではなくてそういう確認の中で対応したものでございますですからあの再判定をして数を変えたという中身はございません。以上でございます 鈴木はい、えー、とそれでは、えー、と京都市としては、えー、再判定した件数はゼロ件と、まあ、いうことですねあのそれその上でちょっとお聞きしたいんですけどもあの事務連絡の中にあの適切な判定のための留意点としてあの保護者に加え相談支援専門員、えー、またデイの事業所から あの収集した情報も活用しつつ、障害児の状態の適切な把握に努めるとまあいうふうにも書いてあったと思うんですけれども、今、再判定がしていない手帳等々のそういう判断からということだったので、実際には事業所へまあご様子をあの聞き取るとまあいうこともされなかったということでよろしいんでしょうか。 担当部長私の判断につきましてはです、ねえーまあ、まずはその保護者が書いていく調査票に基づいてさせていただきます、でその上で,です、ね、えーえーまあ、あの事業者等からも再判定の申し出等がございますので、その場合については、えー、先ほど申しました、独、え、自、ーまあの診断書であったりとか、す、え、べ、ー、てのお子さんについて発達検査をしておりますので、その内容についての確認等をもちまして、えー、判断をしております以上でございます。 鈴木えっとそういう、まあ、されていなかったということで、まあ、あの手帳とか、まあ、そういう発達診断されている資料からで、まあ、十分、えー、だということで京都市としてはあのされなかったでしょうがところがですねあの事業所の方より、まあ、こんなあのご意見も聞いてるんです。その、まあ要項の要中に、えー 障害児の状態の適切なさっき言いました把握に努めるために、まあ、事業所に様子を聞き取ることも、まあ、一文入っていたし、えー、なのに、えー、再判定を、まあ、申し入れした事業所の方からあのかといって様子の聞き取りは一切なかったとしておられないんだからないのは聞いて当然だなというふうに思ったんですけどもただあの現場の声からあの実は まあ全国的にもそうなんですが区分1と区分2によって、ねまあ、かなり経済的に、あの経営的にですね経営的に差が大きくなるとで1と2の、まあ、報酬単価そのものは、ね、大きな差はないんですけどいずれにしても改定前と比べてあの1の方も含めて、ねまあ、報酬単価は下がっています。で1とででは加配きる人数が あの違うあのということもありますしまあたくさんの,まああの加算項目はあると思うんですが結果的に言えばあのこれ例えばですがまあいろんな調査もされていると思うんですがあの障害のある子どもの放課後保障全国連絡会の調査そこが調査されているんですけれどもあの8割の事業所がねあの減収になっていると。職員の給与を 減らさざるを得ない手厚い支援のために欠かせないアルバイトを削減するなどが起こっているというふうな調査を見ましたであの京都市は放課後等デイサービスの質の向上のために丁寧な指導や研修や等々されていると思うんですで定期的な実地指導なんかもされていると思うんですけども、まあ ついこの間のまあ委員会では、ね、あの行政処分なんかがあって、まあ、計画書の未作成とかね、まあ、こんなまあまあ言語道断と言わざるを得ないんですけどもあのこういうあの最初にえっと質の悪いところをこう排除していくのではないともちろんおっしゃったんですけどあのこういう回収とあの報酬回収も経過しながら 今、清落としとしては、この質の問題でね、今、あの非常に期待が持てるというか、良くなっているなというような,なんか評価とかはされているのかどうか、ちょっとそこら辺をお聞きしたいんですが。泉担当部長 はじめに報酬改定の話の中で非常に報酬が引き下げによって経営が圧迫されているというようなご質問だったかというふうに認識しておりますが確かに報酬そのものについては29年度以前より全体的に下がっているというのがございますただ、この報酬改定の中で結果的に本市の放課後等デイサービス事業所の数が経営が圧迫されていることによって減っているかというとこの間も事業所も増えております。そそういったことを含めてそれから えまあこの間の,ですねあの処遇改善なんかも図られておりますので、そういったことの中で、一定の経営について大きな課題があるというふうには認識しておりません。 からまあ質の向上に関しましてはですねえまあ特に今年度えまあ各事業所についてさまざまな子どもさんを預かるでその中で一人一人のですね支援により形をま取っていただいているわけではございますがさらに質の向上を図るために私ともしましてえまあ指導を行うという中で,ですね監査等もしっかりとしてまあまあ 言っていただいた研修なんかもさせていただいてるんですがそれに加えて巡回してですねまこれまでの経験蓄積のある事業所を選定してそこからま指導支援をしていくというような制度も取っておりますそういった中で質の向上等を図っている状況でございます以上でございます鈴木すみませんいろんなことで手立てを打っておられるので結論としては え放課後等デイサービスの質の担保がえ今後、できていると、できるというように評価しているんだという考えを考えでよろしいですか、改めて聞きますが。担当部長 あの事業者がさまざまな事業者でそのですね経験でありますとか含めて支援の状況さまざまなことは自体は認識しているところでございますそういった課題があるというのは認識した上でですねしっかりとした監査であるとか研修であるとか先ほど言いました巡回でのですね支援指導そういったものをさらに強化をしていくという趣旨でございまして全くどこの事業者も問題がないというわけではございません。その結果としましままてこれででももで処分事例なんかもあるわけで ございますそういった問いについてしっかりと対応していくというのが我々の認識でございます。え以上でございます鈴<木>、まあ、もちろんいろんな事業所があっていろいろとあの支援しているけど、えー、ある時にはまた問題がおるかもしれないなというような発言だったのかなとは思うんですがあの先ほど言いましたようにただ事実として報酬が単価が下がっているということは、まあ、お認めにもなっていますし。 事実としてあの区分1、2の、まあ、微妙なところの差で区分の、まあ、2になってしまったところなんかは特に経営的に、ね、あのい,い,いいサービスをいい支援をしようと思ってても結果的にあの収入が少なくなってあのアルバイトをこれまで配置してたものをちょっと減らさなあかんとか実態が起こっているのは。 これやっぱり嘘ではなく、もう事実なんで、そういうところも含めてより丁寧にあのどうなってるんですか？というまあ聞き取りとか、あのいろんな工夫をね。本当にだからこそ、あのしていただかなくてはならないかなというふうにお話を聞いて、あのとっても思った次第なんです。で、あのちょっとまあもうちょっと資料提供請求もお願いしたいと思ってたんですけど、結論から言うと区分1から。 区分2に変わった授業書数ですねその、まあ、聞き取りとかそういうことはしなかったけども手帳とかいろんなものをこうもう一遍資料を見て京都市としては授業所から再判定というかお願いされた件数の中で、えっと、例えば1から2に変わった2から1に変わったとかいうその変化ですねそういうところがまあ何件あったのかなかったのかもしあったんであれば授業所名 どうかを、まあ、あの資料として欲し,いの欲しいなと思うこととでそもそもあの今回の,あの、えー、っと資料としてまだちょっと請求しておらなければしたいんですがあの各放課後デイ等の区分1か2なんかという、ね、そこの、えー、ところが分かるものをお願いしたいなと思うんですがこの資料は出ますでしょうか。大泉担当部長 この報酬改定30年の4月からですねさせていただいて、基本的にはまあ半年ごとぐらいで一定の数を見ていっという状況がございます。おっしゃっているのが例えば4月1日の当初にだったものが例えばある時点で2に変わったとかそういった数字になるかと思いますその全体の数字は出させていただきたいと思います。ただ、ここの事業所のことになりますと、了解えているわけではございませんので事業所面については差し控えさせていただきたいと思っております。 かあの少し付け加えさせていただきたいんですが今回のこの報酬改定そのものというか単価の改定設定についてでございますえまああの先ほど言った国の趣旨自体はですね先ほど申し上げたとおりでございますがただ私ども今の状況がこれが適切必ずしも適切だというふうに思っておりませんえ私どもとしましてですね本来ですねあの利用者の状態図を勘案した指標に関する状態利用者の割合によってまあ報酬区分を変えるという制度でございますが、えー 要は頑張った事業者さんで、えーまあ、あの適切な支援を行う、そのことによって、まあ、子どもさんの該当する数が減ることによってです、ね、報酬がまあ減るというです、ね、ちょっと制度設計になっております。これは本来の趣旨と少し結果が違うことになってしまうのではないかなということを懸念しておりますので、この部分については我々れ21大都市のです、ね、主管課長会議等において要望を行っているところでございます。以上でございます鈴木委員 資料の方は実名はなくてもいいのでよろしくお願いしたいということとそれと最後にあの同じ放課後等デイサービスについてお聞きしたいんですがあの加算項目として送迎加算もあったりしますので学校にあのお迎えをされているデイサービスもたくさんあるようです。地元のの小学校の校長先生にちょっとお聞きしたんですが あの当初はね本当に勝手に車を学校のコーナーに乗り入れされたりまあ道路にね止められて近所にも迷惑がかかっていたとまあしかしやっとここ3年ぐらいでやっとなんか落ち着いたかなみたいなね話し合いができたかなみたいなお話しされる方やまあ,あ,のある校長先生はもう,うちはもう絶対にお迎えはこんといてほしいというふうに打ち合わせしているとかねまあそんな風にもおっしゃっていたんですで。加算の中に 関係機関連携加算というのがあるようなんですがあのこれというのはもちろんそういう小学校とか,ととか学校ですね他のと連携されている加算だと思うんですけどもどのような連携をされているのか今言ったような車のことを含めてされているのか少しその具体的な内容についてちょっと教えてください。おい やはり学校との関係についてはですね良好にしていただくというのがまあ基本でございます、そこ,こにお迎えに行ってですね子どもさんをま例えば問い違うとかいうことがあってはならないことがございますので、しっかりと連携をしていただくものかと思っております、関係機関というのはどちらかというと学校というよりはですねあの例えば医療機関とかそういったところとの連携というのが必要になっておりますので、そういった部分を十分対応す,す,するというような趣旨だったかと思うんですが。 はい、もちろん医療機関ともとっても大事なことだと思いますがやっぱり日常のことをスムーズにするという点では学校等との連携も大事だと思うのであのそこもお願いしたいのと、まあ、最後に先ほどあの答弁でおっしゃったような頑張ってる支援をして状態が良くなって次の請求の時に単価が低くか、まあ、収入が減るこんなおかしなことはないわけであのおっしゃった通りだと思いますしそういうことをしっかりと国に あの話をしていただくと、大変そこはあの心強かったかなと思います、本当にあの今後のデイサービスが、ね、困難にならないよう、しっかり支援していただくこととお願いしまして、質疑は終わりたいと思います、はいえー、先ほど鈴木委員から要求になりました、放課後デイサービスにかかる報酬改定によって区分の変更があった事業所数と区分ごと1号、2号ですか、この事業者数。 この資料については、は理事者再度提出できますか。はい、あの小、えー、泉担当部長。えー、当初の4月あの30年4月1日と例えばあの今年度例えば331年令和元年度あせせ平,平成31年度の4月1日ですねの時点の例えば比較ということを出させていただきます。はい、えー、提出できるとのことですのですね委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。ご異議ありませんので委員会資料としての提出を求めることに決定いたします。 理事者におかれとなるべく早くご提出いただきますようお願いいたします進行いたします川島委員どうぞよろしくお願いいたします私の方からまずはじめに虐待についてお伺いさせていただきます昨年の東京都目黒区また今年1月千葉県で発生しました虐待事件を受けまして本年6月19日に改正児童虐待防止法が成立を致しました 一部を除いいて来年4月から施行されるととうことです今回のこの改正の大きなポイントの一つは、保護者等による体罰禁止が盛り込まれたことでありますが、発端となりました事件におきまして、行政が関わりつつ、子どもを救済できなかったことを受け、行政、とりわけ児童相談所の体制強化を図ることが柱になった改正法であると認識しております。 本市ではこれまでから児童福祉等の人員を全国基準を上回る配置をするなどしてこられましたが、虐待への相談、通告数が増える中、本年度、さらに増員をされたとお聞きしています。はじめに虐待対応のための本市の体制についてお聞かせください。中田児童福祉センター委員長 あの児童虐待についてでございます。あの増え続けております。相談通告件数に対応すること、また多様化している相談内容等にも対応していくようにということで、えー、また国からのあの新プランを受けて、児童福祉の体制を強化しているところでございます。あの、現在国の基準でおきますと、人口3万人に1人の、えー、割合で児童福祉士を廃止あ、配置するということになっております。けれども、えー、今年度現時点で。えー 京都市における児童相談所2カ所合わせてですけれども児童福祉士については61名ということになっておりまして人口規模でいきますと約2万4千人に1人の割合で全国基準を上回っているところでございます。川島委員 これまでから全国的には児童虐待数の急増に職員体制が追いついていないことが指摘をされてきましたがこれまで以上日本市においては児童福祉を増員されまた地域での見守りを行うような子ども育み室の係員を増やされているということをお聞きをしておりますまた職員の対応力の向上が私はとても大切なのではないかなというふうに思っております職員の方が 経験と知識を積み困難なケースに対応できるようになるには最低でも5年から10年が必要とも言われています、えー、本市に置かれての専門性の育成についてはどのように取り組んでおられるかお聞かせください中田委員長 あの児童福祉士の任命に当たりましては、任命前研修、また任用後の研修ということで、国からの規定の研修の受講をえ推進しているところでございます。また加えて、京都市独自の,あの研修プログラム等も盛り込むこともございます。また、先輩職員と一緒になって対応していくというところで、日頃の o j t からのえ専門性の向上、また、児童相談所だけではなく、心理関係、あるいは あるいは医療関係、また法的対応業務、警察との連携等と、さまざまな関係機関と連携をしながら、職員の専門性の向上にも努めていいるところでございます大泉担当部長。 すみませんあのハンクミスのことについて少し触れさせていただきたいんですが、あの先ほどおっしゃっていただいたように、児相の強化とともにです、ねえー、区役所の半組ミスを強化しているところでございます、えー、そのため、骨折支援係長というポストを、えー、用意しまして、す、え、べ、ー、ての区市所に1人ずつ14名、それから、えーまあ、学担当職員があの地域の中で支えること、重要でございますので、そのためにあの係員の10名の増員をして対応しているところでございます。川島委員 児童相談所での専門的な知識を持った方の関わりと、また地域においての見守りをしていただいているということをお聞かせいただきました、また職員の対応力の向上につきましては、国から決められている研修に合うと、さらに市独自の研修を行う、またベテランの方と年数の浅い方が一緒になって行動される、そしてまたさまざまな機関との連携にも。 をされているというお話でした。あの職員の移動というものがある中で、専門性を高めていくことはもう大変難しいことだという風うに思っております。その中で努力をいただいているということでした。福祉専門職の在り方については、今後の課題と考えていますが、例えば過去の事例をデータ化して、職員の判断を補助する仕組みを活用するなど、援助技術が積み上げられ。 高まるような仕組みづくりが必要になってきているのではないかというふうに考えます。その点についておかがいかがお考えでしょうか。長田委員長。はい。えっ、ー、とあのもちろんあのご自分自分の担当のところのあの関係の、えー、方針会議等には皆さん出席しているんですけれども、あの場合によっては事例検討という形で、えー、あの児童相談所内で、えー、一定あの。 情報を共有した上で過去の指導の状況であるとかそういったものも習得して今後のケース枠業務に生かしていくような取り組みをしているところでございます。川島委員 これまでの事例等も学びながらあのケースワーク事業を進めておられるということ虐待事業を進められているということで、まあ、今後、ますますこういった職員の対応力の向上必要になってくると思いますので引き続きあの取り組みをしていっていただきますようお願いをいたしますまたあの今回の改正によって明記されました体罰禁止もうこれは大変重要な意味を持つものと思っています 子どもを保護するための対策これも大事なんですがそれと同時にですね、逮罰をしてしまう親を孤立させないという取り組みをも忘れてはならないと考えております本市の主たる虐待者別の認定件数を見ますと平成26年度は主たる虐待数は母親であることが一番多かったのですが徐々に父親の数が増え平成29年には 父親による虐待が最も多くなって,いるなっております父親による虐待が増えていることに対してのご認識をお聞かせいただけますでしょうか中田委員長あのご指摘のとおり虐待が発生する背景といたしましてはあの保護者の育児の知識不足であるとかまた、しつけに対する誤った考え方というものがいろいろあるかと思います。 あの認定した後保護者指導という形で私どもいろいろ遠慮をしているわけでございますけれどもあの保護者支援の中でやはり子どもに接するときに怒鳴らない暴力を伴わないといった基本的なことから含めてえ保護者あのとりわけ父親はなかなか子育てするチャンスがないケースがもしあるようでしたら父親に対してもそのプログラムの受講あるいは、えー、児童相談所の職員からの指導も受けていただくように日々ど 努力しているところでございます。川島委員。ここのところ、あのしっかり分析をしていただいて、まその背景にあるものをしっかりと汲み取った手立てを講じていく必要があるのではないかなという風うに思います。もちろん、あのまこういったあの事態が起きてから指導されるということは？ もちろんなんですが、まあ、事前の取り組みということが、ねまあ、非常に大切なのではな,ないかなというふうに思います。まあ、そういった意味では例えばあの教育委員会などでですねと連携していただいてあのこれから父親になるであろう子どもたちが小さいうちからそういったことの教育を学ぶことであるとかまたあの父親教室 父親になられる前にです、ね、母親教室ありますけれども、父親教室の中で子育てがどうあるべきか、また子どもというものはどう、どんなにこう慈しむべき存在であるのか、私たちにとって本当に希望になるものであるのか、そういったことをしっかり学ぶというか、感じれるような機会を創出していく中で、事前に防いでいくということの取り組みをしていっていただきたいと思います。 でこの,あの父親による虐待が増えているということに関連して、子どもが虐待されている家庭で DV も起きている事例が少なくないといったこともあります、この虐待と DV 対策の連携については、どのようにしておられるのでしょうか。中田委員長はい あの虐待相談通告のうち、あのま面前 DV と呼ばれまして、子どもの名の前でま夫婦喧嘩とするという内容の文が増えてきているというのが特徴的な文と思われます。またそれだけではなく、もっと深刻な DV が潜む恐れも当然あるわけでございますので、いろいろ保護者指導あるいは面談の中で。えー DV をされている側の親からそういった打ち明けあるいは相談等がありましたら適切に京都市の DV 相談支援センターにつなぐなどまた日常の見守りというところで関係機関あるいはこどもグ決ミスと連携して対応してまいりたいというふうに考えております。川島委員、えー、現在あの DV をされていいる方からの通告があっったた場合等にはあのそういった あの対応関連関係機関と連携をしてくださっているということですけれども DV がある場合にはあのそういったことが潜んでいるというまあそういう認識を持って DV に関わられる際にはその子どもがどうなのかということをしっかりアンテナを張ってあの事前防止のためにも取り組みを進めていっていただきたいそのためにも京都市 DV 相談センター等とも連携して児童虐待の 早期発見に努めるなど関係機関との連携を強化を求めますがその点、お聞かせください。中田委員長 はい、あのやはり関係機関通じてもそうですけれども、いかに、えー、子どもの状況、あるいはその家庭の中の状況まで、えー、どの段階でこう気づいていくのかという姿勢が非常に大事だというふうに思っておりますので、日頃からあの顔の見える関係、あるいはあの関係機関同士の情報共有等に引き続き,続き、えー、努めてまいりまして、早期発見、早期対応、また再発防止に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。川島委員 ありがとうございますまあ,あのそういったことをしっかり見守りながらまたこれあの地域での見守りということも非常に大事になってきますのでまずは未然防止していただくそして早期発見が大切でございますまた虐待をした親への再発防止そして虐待をされた子どもの心のケアも含め虐待対策の充実を今後もお願いしたいと思います え続きまして、放課後等デイサービスについて質問させていただきます。平成24年にこの制度が創設をされ、この間、本州においても多くの事業所が開設をされました利用される方にとっては、放課後や夏休み等の長期休暇などに生活能力の向上のための訓練や社会との交流促進などを行う大切な場となっております。事業所の急増に伴い 支援の質の向上や事業所の地域偏在等が課題となっていますが、これまで事業所の質の向上のために行ってこられた取り組みについてお聞かせくださいいでみ担当部長、はいあの。ご指摘いただくように、さまざまなあ状況の中で,です、ねあの、この事業者が急増し、またあの質の確保について課題であるというふうな認識を持っているところでございます。 あのまずあのデのサービスについてですね指定の段階からあの丁寧な指導をしていくさまざまな法令とかに基づいて実施をしていただくわけでございますがまあそれを理解していただくことが必要でございますのでえそこについて指定の際にしっかりとですねえまあチェックポイントなんかを持ったあのシートなんかに基づいてえご指導を申し上げたいとかそれからあの指導を実際に認定をしてまもなく2ヶ月以内ぐらいについてですね、えー 事業所の研修を必ずさせていただきます新規の事業所でございます。そこでまあ過去の,まあの状況の中でのまあ指摘があるような状況であったりとか、特にやっぱり児童虐待とか、そういったものに関して、ですね大切でございますので、そういったことをやっています。それから年に、これ、一度になりますが、管理者、それから自発官、それから従業員を対象とした研修をしていまして、今申し上げたような、監査での指摘があるような状況であるとか、児童虐待に関することとか、これをしっかりと対応させていただいているところでございます。 それから先ほどちょっと触れたんですが今年度から新しい事業といたしましてやはり各事業所頑張ってやってるんですがやはりそれぞれが例えば 持っていいいるる知識経験というのが少しずつ異なる場合がございますそこにしっかりと対応していく必要がございますのでその指導支援をしていくためのですね巡回の支援をしていくという制度を立ち上げておりますそれにつきましてですね実際にあの放課後サービス支援事業という名称で始めさせていただくわけでございますが今年度それを始めておりまして具体に事業所を訪問するその中で例えばですねあの非常に例えば事象互いがあったこと支援の難しい子葉さんがいるどう対応していったいいんだろうとそういったことについて 個別のことも含めてですね、相談に乗り、解決策を持っていく。で、そういったさまざま事例をですね、また持ち寄って、あの、それを全体の研修に生かしていくとか。そういった制度にしてまいりたいと思います。今年度始めたところでございますが、そういったことを含めて対応しているところでございます。以上でございます。川島委員。ありがとうございます。まあ、あの研修制度や、今のご紹介いただきました。指導、訪問による指導支援など、行っておられるということでした。 小学校に上がれる段階で私もお母さんからどの事業所に行けばいいか分からないから教えてほしいといったご相談をお聞きするようなこともありますお母さん同士でネットワーク持っておられてお母さん同士で情報共有なんかされている場合もあるんですけれども子どもさんの障害の状況に応じてやはり合う合わない事業所があるようでして。 あのそういった子どもさんの障害に応じた適切な対応がしていただける事業所をね、お母さん自身が見つけ出すために、まあ今現在どんなふうにしてえっ、ー、とこのデイサービスをあの選択されているというふうにお考えでしょうか。小出担当部長、はい、あの包括型デイサービスを利用させていただく際にですね、必ず発達相談所において、えー、まああの検査をさせていただいて、まああの一定のきゅうあの 支給決定とて言いましょうか？利用決定をさせていただくわけでございます。で、その際にですね。やはりあの様々な。 お子さんの状態があることは分かっておりますので、できる限りそういったところの状況を踏まえた形で、個別個別でこの事業所がいいですよという、なかなか私は公的な機関で言いがたいんですが、多くの事業所があって、こういった特徴がありますよとか、そういったですねご相談の中での応対もさせていただく中で、一定のご案内もさせていただいているという状況があるというふうに認識しております。川島委員 丁寧に相談にも乗っていただいているということでこれは保育園と一緒でしてやはり実際に行ってみてその雰囲気を感じ取ってそれで選択していただくということが最終的にはいいのかなという,ふうに思うんですけれども利用者にとってより良いそして分かりやすい選択ができるような工夫もこれから求められるのではないかなというふうに思います。 事業者もあのそれぞれの特色を生かしながらさら、ね、なる質の向上を図られるようなあの取り組みをあの進めていただけるような後押しをまたあの京都市としてはお願いをしたいと思います。えー、っとそこで あの先ほども少し出てましたけれども、この平成30年度の報酬改定で放課後デイサービスでは、指標該当の判定が取り入れられました、区分1と区分2では、過配数が違うようなこともあるようです、この指標,判定指標該当の判定には、主に保護者が記入した日常生活での調査票によって判定されているというふうにお聞きをしています。 この調査表、私も見せていただきましたけれども、まあ、子どもの日常生活の様子を、まあ、できるとかできないとかっていうようなことを記入するようになっているんですけれども、まあ、例えばあの子どもによってはその時々であのできる場合とかできない場合、まあ、いろんな時があると思うんですそのできたりできなかったりするようなあの事柄に対しては、どのような記述をするようになっているのか、お聞かせいただけますか。大担当部長はいあの まあ、まさにあの委員ご指摘のとおりでございまして、ですねあのまあ調査票の中で保護者の方が加入していただくわけでございますが、あのじょ状況によってできるできないというのがございますで、できるできないが判断でき,ないがもうできないとして判断をしていただくということを考えておりますので、そういった形で記入していただくというふうにしていただいていると思っております。川島委員あの ここ親御さんにとっては少しなんか分かりにくいようなこう理解がされていないのではないかなという,ふうに思う点がありますので、まあ、正しい記述ができるようにあの今後またあの周知もしていっていただきたいなという,ふうに思います。 あの先ほどのご答弁では、あの今回の制度の運用については、まあ、問題点もあるのではないかというふうに認識されているようですので、まあ、何よりあの子どもたちの成長にとって、よりよい支援が受けられるように、運営改善に向けた取り組みを引き続きあのお願いをしたいと思います。えあの引き続きき続ままましててて医療的ケアにについい質問させせただきます川島委員すいません先泉担当部長 あ、すみません。あのご指摘のことでございまして、あのえっ、ー、とこの間のあのこの調査票そのものもですね、あのなかなか判断がしづらいような中身もございます。それからあの先ほど国の要望の話を申し上げたんですが、やっぱり事業者にとって保護者にとって分かりやすいようなですね、えっ、ー、と中身になるようにこれ例えばあのガイドラインであったりとかそういうのも必要かと思っておりますので、そういったものを作成なんかも国に求めてまいりたいと思います。はい、会長委員。ありがとうございます。是非ともよろしくお願いいたします。続きまして医療的ケア人について質問させていただきます。 2016年5月に成立した改正児童福祉法で初めて法律上規定されて以降保育所や学校でのケア体制が徐々に進んでまいりました、えー、本市において現在医療的ケア児を受けている保育所数と受け入れ人数そしてまた学校において医療的ケアを必要としている児童の人数をまず初めに教えていただけますでしょうか荒木出張 はい、え、それでは、私の方から、あの、保育施設での受け入れ数をお話しさせてもらいます。直近、あの、三十年度、今、現時点ではですね。施設数で言いますと、十二施設で、計二十名受け入れをさせていただいております。い担当部長はい、あの、学歴って言います、学校を入ってからのお子さんでございますが、あの、総合支援学校に通わえて、お子さんを把握して。あの、ご支援が把握している数字としては、七十名ほどの方がおられるというふうに聞いております。川島委員。 今現在あの、たくさんの子どもさんが保育所やまたあと学校においてあの学んでおられるということでした私もあの6月に医療的ケアを考える会に参加をさせていただいて子どもさんやあのその親御さんからさまざまお話を聞かせていただいたんですけれども医療的ケア児といってもあの症状はさまざまで人工呼吸器などが必要で寝たきりのままでケアを必要とする場合もあれば元気に走り回る子どもさんもいらっしゃいました。 支援の幅が広いために医療的ケア事コーディネーターの養成をふと一緒になってやっておられます。この医療的ケア事コーディネーターの養成の事業についてご説明いただけますでしょうか。小泉担当部長。<laughs> はい。あのご指名通りですね。あのー。 に様々な子どもさんの状態の中で、しっかりと信用していくと必要がございます。で、そのコーディネーターについてえー、すいません。えっ、ー、とこういった研修をする中でですねえ、様々な対応していくということが必要になってくるという風に認識しております。あの、行政研修がございますが、これは京都府と一緒になって、えっ、ー、と平成30年度から実施しているものでございます。えー、まあ、あの医療的ケアの保護者の方が相談されたりとか、あるいは支援を実際に行っていると想定されるようなですね。相談支援事業者あるいは医療機関。 訪問看護をしであったりとか、えー、区役所、市長の子ど供半額の職員、あるいは特別支援あ、えー、総合支援学校の職員等々が、えー、対応を頼っていましょうか。実、際に検証したところでございます。えー、で、あのまあ、あの4日間にわたるですね。専門的な研修にもなって、あの非常にそれぞれの交流をしていただくということも含めてですね。意義がある研修ではというふうな認識でございます。川島委員 あのこういった研修をしていただくことで、まより子どもたちにとっていい支援が受けられるのではないかなという,ふうに思っております。またあの関係機関の連携によって、あのケアをする方も安心して積極的に関われるようになるのではないかという,ふうに思います。子どもたちと親御さんが安心して支援が受けられるように、これからも医療的ケアの事実をお願いしたいのと合わせまして、今はあの医療的ケア中でございますが。 この後この子どもたちが成長していった時には、ですねまた違う形でのこういった施策との結びつきが必要になってきますその時ににうまく移行がしていけるような、そういったことも今後、考えていていただきたいというふうにお願いをいたしまして、あの質問を終わらせ長 はい、あのおっしゃっていただくように、あのまさにその18歳超えて、自治と社の区別と言いましょうか、そこのつなぎ目と言いましょうか、大切だと認識しております、あの保健福祉局の持てる施策と、私の持てる施策もございますしか、そういった部分のつなぎだったりとか、先ほど申しあの言っていただきました、コーディネーターの役割等についてもですねしっかりとそういった部分を見据えながらやっていく必要があると思います、あのしっかりと対応してまいります。島島島委委委員員員よろししいいいですすかはい、進行いたします小島委員小島委員どうぞ よろししくお願いいたします私からはです、ねえー、保育所待機児童の解消ということで、えー、質問させていただきたいと思います、えー、決算年度におきましても民間保育所等の整備事業と助成ということで、まあ、新規の創設ということで3カ所また老朽改築および定員増ということで5か所また増築で4か所また小規模保育ということで 四か所、さまざま保育の充実、また待機像の解消ということで、お取り組みをいただいているわけでございまして、私、個人的な意見といたしましても、もちろん保育が必要な方というのはもちろんですけれども、それ以上申し上げれば、できれば望む方すべてがですね保育を受けられるような状況というのが望ましいというふうにも思っておりますし、また引き続き、こういった側面でのご尽力をお願いしたいところではございますが、 あえて逆の側面からまずちょっと質問をさせていただきたいのが保育所の事業者の側の方からのご意見であればですね、特に例えば新設の園ができる等の時にですね、これから保育ニーズというのが、まあ、残念ながらではございますが子どもの数等々を考えた時に増えていくという方向ではないと。 行った時にまあ新設等、ですねこの増員、増築、改築等を行っていって今後、ニーズが横ばいもしくはちょっと右肩下がりになってしまったときにまあ定員割れ等が起こってしまう可能性といったところを心配されている事業者さんがおられるということも伺っておりましてまずこのあたりについてお考えをお聞かせいただきたいと思います。木市長 はい、あの現在2年、令和2年度から5カ年計画をの事業計画を今、現在検討しているところなんですがそこでも議論をなっているところでして今、35提供区域に分けて保育の量を整備をしていくという形で計画を作っていってあるんですがそのうちの16提供区域が保育が必要ですが。 半分以上はもう必要ではないというそういう状況になって5年前はほとんどの提供区域で必要だったという状況でございましたそういったことから地域を限定してピンポイントで保育提供体制をまあ確保していく必要があるということになりますので、えー、これまでの新設をまあメインでやるというなかなか難しいものがあるのではないかなと思ってますで私ども考え方としましてはまずは最初に既存の保育園や認定こども園 幼稚園さんなどの活用をしていこうと、まあ、具体的には増築とか、分園の設置とかになろうかと思うんですが、それではどうしても対応できないと、そういったエリアについてのみ保育園の新設などで実施をしていこうと、そのような形で考えておりますので、残念ながら子どもの数がまあ減少傾向にあるということ、その中でも保育ニーズは伸び続けておりますが、いずれまあ頭打ちはしますので、箱物をたくさん作っていくということからまあ転換をしていく必要があるのかなというふうには考えております。小島委員 ありがとうございます、えー、まさにです、ね、新設はメインでメインの事業ではなくてです、ね、これからはその現既存の縁を、まあ、あの活用していくということでございまして、まあ、あの手元資料をいただいておりますけれども令和6年度末の提供区域別確保必要量ということで言えばもうそれぞれ本当にゼロと、まあ、喜ばしいことといったことでゼロになっているところと、まあ、一番多いところでは281 必要とというところ区域ごとでそして合わせて1500円以上の確保が必要ということで令和6年度末のところでいただいておりまして、まあ、あのこの中で,で,すでもですねその今年度の,その決算年度の,その増築というところもそうでありますけれども一体どういった円にまあスポットを当ててですねこの増築や定員増をお願いしているのかということにつきましてお伺いいたしたいと思います。 提供区域ごと、提供区域の中でもです、ね、特にこの区域、エリアというような形で、私どもあの、区役所からの情報なども踏まえてです、ね、まあ、検討していますので、そのあたりに、まあ、立地をされている保育園さんの方に、直接働きかけをしたりとかです、ねで、またあの、それ以外にあの新たにまあこういったことを取り組んでいきたいというような方もいらっしゃいますので、そういった相談を内々ないないといいますか、あのまあ、検討する中で、まあ、 最終的には表になるのはあの、立つのが決まってからになりますが、そういう形では、あのまあ、ほぼ、えー、こういろいろなところ、電話をしたりとかです、ね、先生、何とかできませんかというような、させてもらいながら、まあえー、進めていってるというのな現状でございます小島委員。ありがとうございます。まさにそうですね、保育所の事業者の方との個人的なつながりも含めて、またその事業者の方の思いも含めてで、えー、まあ定員増等を行っていくかと思うんですけれども。 まあその中でですがまああのまああの地元のことを言うわけではなくてですね分かりやすいということで申し上げさせていただいてまさにその今、こうやって区域ごとで分けていただいている中で,ですねあのそれぞれ4つとか5つの学区の名前を書いていただいておりまして例えば、山科で令和6年度で唯一必要というふうになっているのであれば安守3階西の鏡山両丘と。 学区についてということでありまして、今、細かくという、より細かいところで考えておられると言っていただきましたけれども、まさに例えば、安守学区というのは、一番まあ山市の中でも便利な地域、山内駅の周辺でございますし、一方で、あさってまた質問させていただこうかと思いますけど、一方では地域によっては、モビリティマネージメント活動などですね。あの まあいわば交通不便地域と言われる地域もまあ一緒くたに含まれているという部分がございましてやはりこの例えばお仕事に行かれる前に駅前で保育所に預けられてそのまま行けるというのがまさに保,育保護者の方が望んでおられる状況だと思いますしそういった意味で地域ごとにその保育のニーズが変わってくるというところがあるかと思いますので改めてこの場所にしっかりあのえ配慮をしてえ行っていただいていると。 いうところに関してまたもうもう一言ございましたらお願いいたします荒木市長あのまあ提供区域内であればですねあの当然えまあなですかねえ問題なく通園ができるかなと思っておりますできると思う送迎ができると思っておりますしただ実際には提,提供区域を超えてですねまああの通っている方もたくさんいらっしゃいますのでこの提供区域の中のあの ここ提供区域な同じ提供区域やけど、この辺りには作らないといった考え方は特にございません。ただ、先ほどありましたように、ですね安州とかなりますと、昨年の12月も緊急公募ということで、山科駅前にまあ限定して、ですね小規模保育事業所を公募したりとか、やっぱりそういったあの手ってこう、ピンポイント絞った形で、ですね提供区域をさらに絞った形では実際にはいろいろ検討はさせていただいたいところでございます。小島委員。ありがとうございます。 またもう1つ、場所的なところというのと別に、ある意味その保育所入園希望される、入所希望される方の中で、やはり一定、人気な園保育所、人気なこども園含めてと、そうではないと、これはあのどういった要因があるのかというのは、また別に置いておきますけれども、それぞれその人気っていうところがあると思うんですけれども、このあたりに対する配慮というのは、 いかかがななものかなと思うんですけど木市長まあちょっと配慮という具体的にどうお答えさせてもらったから難しいんですけどあの実際にあのその園によってですねあの民間園によってそれぞれあの創意工夫を凝らして園運営、取り組んでいただいておりますし、まあ、例えばその立地ですか。 地理的なところで立地がまあ交通の便がいいとかいろんなことがあってですねあの確かに保護者の方からの申し込み件数も差があることは確かでございますただまああの私どもが見ましたし本当にしっかりあの保育運営実施をいただいておりますしあの区役所の方にご相談いただいたときにはですねそういった園の特徴なども伝えながらまあご紹介をさせていただいているところでございます小島委員ありがとうございますあのこの待機増対策というのはもちろんですけれどもまさにまあ,あの 幼児教育、保育の無償化ということが10月から始まってまいりましたが国の面でもやはりその子育て環境に対して対策は必要ですがやはり先ほどお話ありましたとおりあの本当に地域でその縁、その縁とお話をする中で,でしか、ね、分からない部分というのがあるかと思います。こここのの子育てて環境を充実特ににに対策とということに関しましてはままはさに京都市が 先導して進めていかなくてはいけない、そして、まあ、あの常に考え続けていかなくてはいけないということだと思いますので、今後ともの対応、引き続きよろしくお願いを申し上げます。また、またですね、えー、京都市、待機増6年連続ゼロということで、これはもうあの今年4月に当選をさせていただいた人間からすれば、本当にこれまでの取り組みに敬意を表させていただくということに他ならないわけではございますが、あの 子育て環境日本一ということを掲げて目指していくこのことはまず変わらないわけでありますけれども、ま、だあのそれ以上にですねやはりまあ日本一というのがどういった状況になったときに日本一なのかどうかっていうところも疑問には思いますけれどもその何より京都市に今住んでおられる方そして先ほど江村委員からも少しありましたけど、まあ、京都市住んでおられない方も含めて京都市で子育てをしたいと思える、まあ 移住政策ということも踏まえてですけれども、そういった環境というのが本当に必要だと思っております。待機児童ゼロ6年ゼロえ連続ということに関しまして、少しお伺いしたいのがですね、まあ、政令市におきましてとか、もしくは周辺の自治体におきまして、この待機児童ゼロを達成しているところの割合とか、また数とか、そのあたりがもし分かれば、お聞かせください。 はいえー、それではあの、えー、政令指定都市、全国20、京都市含めて20市あるんですが、えー、っと30年4月で言いますと、待機児童ゼロが7市で、この31年4月で言いますと、えー、京都市含めて6市がまあ待機児童ゼロという状況でございます。ちょっとあの府内の状況はちょっと今、手持ちを持っておりませんが、あの政令市ではそういう状況でございます。小島ありがとうございます、まあ、あの本当に、えー まあ少なくとも過半数より少ない政令市の中では過半数より少ないところでしか待機童ゼロを達成できていないという状況でございますのでやはりこの点に関しましては京都市として誇るべき内容だと思いますしこの点に関しましては,やはり市民の皆様にも引き続きご理解をいただきたいというふうに思っております。 中での,そのご努力があったわけでありますけどもやはり6年連続達成したということはある意味次のステップということも考えていくべきなのかなというふうにも一部思っているのとあともう1つは待機児童ゼロということに関しましてあの特にその先ほどちらっと申し上げましたけど京都市において私が個人的に一番課題大きな課題だと思っているのが若者の京都離れというところなんですけども。 例えば今、京都市に住んでおられない方に対して京都市が待機増ロということこの要素というのはアピールにはなるんですけども実際にそのこの待機増ロに一番あのスポットが注目されたのが私、覚えている限りあり国会でこの待機増子育て環境保育所に関してですねあの議論が沸き上がったときに,横浜,市に対し横浜市が待機増ロを達成しているということが話題になって。 実際にその後横浜市が子育て環境、子育てをしたい場所として人気が出てしかしその結果として逆に待機像が発生し,ましてしまったということも聞いておりますしもし仮にこの待機像ゼロということがまあ京都市の子育てに対するアピールとすればですね実際にそこから京都市に移ってきていただくのは嬉しいですけれども移ってきてしまったら逆にその待機像達成のゼロが,待機像ゼロがめ難しくなるということでございましてまああの何が申し上げたいかと。 言えばですね、まあ、京都市で子育てをしたいと思える旗印、まあ、セールスポイントと言うんでしょうか、まあ、京都市内の方もしくは京都市内市外の方に対してのアピールポイントとしてですねもう一つ、また他の側面というのも大事じゃないかなと思いましてこの辺りに対するお考えを聞かせていただければと思います荒木市長あの、確かに対外的にどのようにこう発信をしていくかというのは非常にあの都市閣と言いますか。 それを他の自治体でお住まいの方が京都市内で子育てをしたいなと思っていただけるためにも重要なことかなと思っています。でまあ、私が 体育児童ゼロ6年連続、これ、国定義上ではございますが、まあ、達成をしている、なかなか難しいことではないのかなと思っておりますが、それ以外にですね、京都市ではあの年間の今年度予算で49億円の単費を投入してです、ね、保育士の先生方の処遇改善を行っています、まあ、こういったことからです、ね、国のまあ全国平均の給与をかなり大幅にまあ超えるような給与水準を確保したりです、ね、例えば、90名定員で言いますと、国基準ですと12名しか。 あの保育士がまあ配置されるのを16名配置を1.3倍以上のまあ配置をする、なんですかね、ゆとりのある保育ですかね、そういったことでありますとか、結果的に離職率もですね、政令市で一番低い、そういったあの働きやすい、そういう環境であるということもですね、さっきいろんなことを考えながら発信をさせていただいてまして、京都でご指摘してよかったと、京都で働いてよかったと思ってもらえる形でですね、取り組んでいけたらなというふうには思っております小島委員ありがとうございます。 先般の,あの代表質問の中ででも高い派ではございましたがあのふるさと納税の議論というのがあって非常に印象的だったんですけども。 あの京都市ならではのある意味奥ゆかしさみたいな部分も大事かと思いますけれどもやはり他の自治体に向けてのやはり発信力という部分に関しましては本当に今の状況だけでも見ても本当に京都市、もしかしたら日本一の子育て環境じゃないかという部分があるにもかかわらずやはり発信という部分が非常に大事だとなってくると思いますのでこの点に関しましては引き続きお願いをさせていただきます、えー、時間が少なくなってまいりましたので次の質問に移らせていただきます。 えーまあ、あの京都府の交付金を活用した事業ということで出張型児童館と地域の企業等と住民との共同した子育て支援事業ということで今年度行っていただいておりまして、まあ、あの簡単で結構ですのでこの目,目論ろみでありますとか、まあ、目指した方向であるとかあとはあの特に反応ですね事業を実際行った反応といった部分に関しましてお聞かせいただきたいと思います。 福井部長南区の大型商業施設で実施いたしました、出張型児童館の件でございます、豊かな森を育てる不眠税交付金、これを活用いたしまして、多くの人が行き交う、南区、具体的なイオンの各店舗でございますが、こちらでスペースを確保いたしまして、 常設の子育て支援拠点を設置いたしました。で、幼児対象の子育て支援の取り組みを定期的に実施するものでございます。29年度に施行実施をいたしまして、昨年度から本格実施をしておるところでございます。今年度も継続して実施をしております。昨年度の実績で言いますと、あの8回8日間あの実施をいたしまして、 600組以上のあの親子の方がご参加をいただいております委員の方で、あのまちょっとあのご説明をいただきましたけれども、あの子育てができる地域づくりを目指すということで、地域の子育て支援グループ、また子育ての関係団体、それからその大型商業施設等が取り組む地域ぐるみの子育て支援を推進するというのが目標目的目標でございます。今後も必要な見直しを行いながら継続していく予定でございます。 小島委員、えっと、ありがとうございますまさにその企業と地域と一体となってその子どもを育んでいくというところ非常に素晴らしい取り組みだと思っておりましてただ実はあの私この事業に関心を持たせていただいたのはこの実施場所がイオンの3店舗をお借りしてというところでございましてまさに,に認識といたしまして子育て世代の まあ親子連れ、子どもがイオンに行きやすいということは認識のもとだと思いまして実際にその8日間で600組ご利用いただいているというところでございますが一体どうしてこの子育て世代がイオンに行かれるかというところの認識というのはございますでしょうか。福井部長 えーまあ、あのど,どのようにあのご家庭でイオンを選ばれるかというのはちょっと私どもも把握はあのできませんけどもあの、まあ、私も自分であの経験もございますしあの、まあ、買い物に行く時にあの、まあ、買い物だけではなくてです、ね、そこでこの,あの出張型児童館ということで言いますと遊びのコーナーだとか 工作作ををできる場所、まあ、こういういもの,をあの作っておりますでなかなかあのご家庭であの子どもさんと親御さんだけでその工作とかそういうものはなかなか難しいあの時代になっておりますので、えー、そういうあの、まあ、片付け等も、えー、ありますのでそういう意味で言うと、えー、こういう視聴型児童館で、えー、そういう子どもさんがそういう工作とかに触れる機会というのは 親御さんにとってもまた子どもさんにとっても非常に有益なものだと思っております、まあ、そういう買い物のついでにそういうふうに立ち寄っていただきましてそこでこういう機会に触れていただくというのがこの事業の目的でありまた一つの有益な面かと考えております小島委員ありがとうございますあのちょっと多少あの強引な話の展開になるんですけども、まあ、イオンいろいろ 子供を連れて行きやすい要素というのは例えばある,あると思いますがトイレの環境とかおむつを買える場所また子供を連れても食べに行きやすいとかあると思うんですけども一つ大きなところで言えばあの駐車場が広くて車でも行きやすい、まあ、あの今回の3施設の中でももしくは駅が近いこういったところで,です、ね、あの子供を連れて行きやすいというところがございますあると思うんですけども逆に、まあ、あの改善の 改善というのは難しいかと思いますけど京都市においての子育て施設ということで私自身頭に浮かんだのは子ども未来館ということでございますけどもまあ残念ながらそういった要素ですね行きやすさであるとかまあ駐車場十分な広さの駐車場とかかなえされているということでは認識は私の中ではしてないんですけどもまあ今後そういった子育てですね特にまあ小さいお子さんがおられるような ご家庭が使われるるよううなそういった施設を考えときにですねやはりこういった要素というのは,はあの考慮として入れていただきたいなと思っておりますしまああの所管は今回違いますけども洛西口の方にもまあボーネル運動さんがして事業管理者となってえ施設が子育て施設ができるというふうにも伺っておりますけどもやはりそういったようにまあ駅に近い等々ですね便利な状況を確保した上でのやはり実際に利用される方目線での まあ、あのそういった取り組みというものを今後もお願いさせていただきたいと思います。何かございましたら、お願いいたします。副部長。 1えあの一つ、こども未来館のことをおっしゃいましたけどあのども未来館もあの決して不便なところにあるという我々認識はしておりませんので、市内の中心部でございますし、大勢の,あの親子連れ、親子の皆さんがあのそこを利用していただいております、拠点として非常に重要なところと認識しております、それからあの大型商業施設がすべての行政区にあるわけではございませんので、全市的に展開をしていくとか、そういう方向性を持っているわけではございませんけれども、もちろん、 の常設も元からのあの児童館そのものがそういうあの子育てのあの拠点という位置づけでございますので、まそういうあのその運営団体等とも連携しまして、そういう子育ての情報発信またその家庭の支援というのはあのしっかりと我々はこれからも続けてまいります。以上でございます。進行いたします。宇佐美、よろしくお願いいたします。まずあの一つ目に。 子ども赤門博務局さんで所管されているえ宿泊施設で桃井青少年村と静原キャンプ場というのがあると思うんですけれどもえ平成30年度の,そのえ団体別のですね例えば学校、幼稚園、社会福祉施設えその他の団体まあスポーツ少年団とかいろいろあると思うんですけれどもえまあそういったあの区分ごとのですねえ利用者数それとあともう1点ですねえ宿泊税これの収入状況というか。ああの,の どなんていうんですかね、えー、納付いただいた状況、これについて、ちょっと確認だけさせてもらってよろしいですか福井部長。えー、まずあの、桃井青少年村でございますが、えー、いわゆる学校教育を基づきます、まあ、学校幼稚園につきましては、えー、昨年度の利用実績で言いますと、855人の利用でございます、えー、またあの、保育園等の社会福祉施設の利用者、利用につきましては342人でございます。 利用料金は宿泊施設、山の家、ロッジにつきまして、宿泊施設として料金を頂戴しておりますので、昨年の10月からの宿泊税の収入状況としましては、延べ219人分、4万3800円が宿泊税の収入状況でございます。 次にあの静原キャンプ場でございますが、ちょっとあの学校教育施設と社会福祉施設等の区分があのちょっとできないということで、両方合わせまして722人の利用でございます、こちらは利用料金無料でございますので、宿泊税のえ収入は、はございませんうさみん、すいませんあの、スポーツ少年団とか、そっちのその他の分もちょっと合わせて。福井部長 あ申し訳ございません、あのーまあ、個人利用を除きました、あのー、スポーツ少年団とか地元利用等、まあ、この,あの分につきましても、桃井青少年村につきましては、えー、5757人、それから、えー、静原キャンプ場につきましては、同じくスポーツ少年団や地元利用等につきましては1753人でございます。う<ミ>ありがととございます、まあ、この辺はねあのちょっと 実情だけちょっと確認したくて、宿泊税の見直しの際の,あのいろんな提案の参考にさせてもらいたいと思いますし、いずれにしろ私としてはそういう子どもたちの育成の部分については、宿泊税の課税から何とかしてうまく外すなり補助するなりという形で,ですねそういった人たちの,その負担をまあ軽減していくということが大事かなというふうに思っていますので、これはもうあの他局の話なので意見だけ述べさせていただきます。次に、えー 学童クラブ事業の運営について質問させていただきます。で、えー、まあ、以前も資料何回もあのいただいてまして、例えば佐川区私の地元の佐川区のま児童館学童保育所でいうと、えー、修学院学童保育所さんがですね、まあ一番ずっとずっとまあ厳しい中で平成三十一年4月1日現在で、えー、利用児童1人当たりの面積が もう位置を切ってしまったと、まあ、こういうふうな状況で、まあ、大変保護者の方もご心配されているというところで、まあ、これは一刻も早く感染していただきたいところなんですけれどもただ、そういった保護者の方のお話を聞いてますとねあの単に面積だけの話ではなくてですいろいろとその施設自体についての,その心配というのもあるのかなと。まあ、そそのの辺についてその えー、保護者の方との意思疎通というかですねコミュニケーションどう取れてるかなというのを、まあ、あのちょっと私も心配したところなんです。で、まあ、その中であのいくつかちょっとかいつまんで質問させていただきたいなと思うんですけれども全般、えーまあの論としてお話をお伺いしたいんですが、えー、児童館学童保育所の耐震化の状況ですね。ここれについて、えー、いてわゆるこう、えー 今後も何かあの対応が必要だというところは今全体でどれぐらい残ってますでしょうか。福井部長、えー、耐震基準をまああの満たしているか満たしていないかというあのご趣旨だと理解しております。耐震基準を満たしていない児童館学童保育所は現在９箇所ございます。このうちあの校舎の施設が２箇所ございまして。 この2か所とも、いわゆる合築施設、他のいろんな施設との合築した施設として位置づけております、この2つの施設が入っております施設につきましては、今後、移転や跡地活用の計画がございますので、その中でその計画を踏まえた移転等の対応をする予定でございます。 で残りの7施設につきましてはいわゆる民設の施設でございますので、えー、これはあのそれぞれの設置していただいております団体の資金計画と、まあこれにつきまして相談に乗りながら、えー、耐震化についての協議をその法人と行っているところでございます宇佐美そういった情報については、ね、利用者の方というかまあ保護者さん等には伝わっているものなんですかね、その辺もちょっと確認したいんですが。福井部長 対人化のが住んでいない施設につきましては、あの令和5年度にあの公表することになっておりますので、まあ現時点で、えー、そのあの状況っていうのを公表しているわけではございません。宇佐美み。わかりました。まあね、あのただ一応やっぱりそういうのはあの使ってはる方も関心のあることですんでね、あのしっかりとあの。 保護者の方にも伝えていただきたいなというところです。で、ただ、これ、あの、例えば、先ほどの修学院の、学童保育所、あれはプレハブですけど、あれは新耐震で作られてるから、耐震は大丈夫ということで。認識でよろしかったですかね。福井部長、大丈夫ですか、今質問。はい、どうぞ。 申し訳ございませんあの先ほどちょっと申し上げた中で公設の,降雪の,あの施設につきましてはあの耐震化できていないところについては公表しております、また、民設につきましてもあのそれぞれお問い合わせがあればあのそれぞれお答えしておりますので全く秘密にしているというわけではあのもちろんんございませんの、えー、今の質疑ははい。あ申し訳ございません、えー あの修学園保育所につきましては、えー、こちらについては耐震化はあの問題ございません。佐々木。はい、ありがとうございます。で、ともう次にあの老朽化なんですけどね。まあ,あのこれ学童保育所児童館も新しいやつはもう最近できたばっかのピカピカもあれば、もう長年にわたって使われているところもあるんですけれども、その。 まあ例えばねその先ほどの修学院の例でいきますと、サッシがですねこう斜めになってて窓が開かないとか、シロアリで,ああのでちょっと床がむにゃむにゃしてて、なかなか治らなかったなとか、結構治ってると思うんですけど、ねその老朽化のものについては、これは誰が主体となって対応していくのかというところ、それはどういうふうに考えていったらよろしいですか。福井部長 本市のま施設の場合ですけれども、あの2階建て、または200平米以上のあの建物を対象に劣化度調査というのを行っております。え、また、あのその劣化度調査の対象になっていない施設につきましても。 あの当然まああの経年劣化というまあ度合い進行度合いというのは施設によってまああのその置かれている状況等によってまちまちでございますのでえまあ一律に判断することはできませんけれどもっしゃいましたがシロアリが出ているとかまあそういう状況につきましては当然、われわれもあの保護者の方、運営法人からのお申し出があればその都度たあの確認して対応するというそういう方針で臨んでおります宇佐美そうねその うまいこと運営法人と京都市とあの意思疎通ができているかというところの話、まあ、それと結局、最終的には保護者の方の、ね、安心があの保たれているのかというところだと思うんですで、まああの今回の件もちょいろいろお話聞いていますと、ね、色々その,辺のちょっのコミュニケーションが、ね、少しあのもうちょっと丁寧にやっていただいたらいいのかなというあの気が正直いたしました。であの施設を見ててもですねあ この扇風機は昭和だろうなみたいなですね非常にやっぱあの大事に使っていることがあかんというわけではないんですけどね、やっぱりその辺のその設備自体をじゃあ誰がどうやってその維持していくのか更新計画を立てていくのかというところが正直、保護者の方もよく分からないしまあ分かる必要がないと言われてしまうのかもしれませんけどそういう問題じゃないと思いますのでねそこはしっかりとそのえやり取りを適宜してもらって。 不安をなくすということが私はやっぱり一番その事業を進めていく上で大事なんかなというふうに思いますのでいろいろとお問い合わせ来てると思いますけれどもそれについては真摯にあの丁寧に答えていただいたらなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。でえまあ学童クラブ関係でまあもう少しあの何点か気になる点があったんですけれどもその1.65平米というまあその面積の 国の基準はあるわけですけれども、それ以外にその専用区画というものについての,その考え方ですね、どういったものがその学童クラブ事業の必要な環境として挙げられるのかということについて教えていただいてよろしいでしょうか。福井部長 学童クラブ事業の目的というのが子どもの学び、また生活の場としての位置づけ機能でございますので、その機能に必要な条件ということでございます。具体的には遊具だとか、それから図書類、それからロッカー、机といった備品、また当然ながら冷暖房、器具と、こういうものが必要な機能というふうに考えております。 でその中で、ねえー、と一つ、ちょっと、まあ、これも気になってたなんですけどトイレっていうのはです、ね、あのこう男女、ね、こう別にならないトイレもまだあるかに思うんです新しい児童館やったらもう本当トイレすごい綺麗で,です、ね、それいそバリアフリートイレがついてたりするんですけれどもそういったところについては今考え方はどうなっているんですか福井部長 ま、えー、トイレそのあの施設の。まあ,あの広さ等のあの条件からあの大体1割程度、あの男女別化ができてない状況でございます。で、えー、基本的な考え方としては当然。 えまあ子どもだから男女別化はいらないというそういう議論には当然なりませんのであの基本的には男女別化をしていくというあの方向性はございますけどもただ場所的なあのその制約それから一方であの和式から洋式化というのも一つ流れでございますので洋式化をしてかつ男女化をしていくという、まあ、こういう流れの中で物理的な あの大きさというのがやはりその支障になるわけでございますのでまあどちらかを優先していかなければならないというそういう選択肢もあろうかと思います、また先ほども申し上げましたようにあのいろんな移転とか、またあの改築等の,あの,そのまあ今後の予定等もございますのでそういうのも考慮しながらえまあ保護者の方のまたご意見、また運営法人等の,あのいろんな相談する中で対応していくというのが我々の方針でございます。 ありがとうございますであの最後に、ですね、まあ、これもあの私の所感というかですいろいろと児童館、先ほど区内も見させていただきながら感じたことなんですけどねあの私の意見として国の,その専用区画の育成室、有戯室、図書館で1.65じゃないですかところがその児童館によってはそれ以外のところの部屋とかですねスペースが広いところもあればですね ものすごく極端に狭いところもありましてね同じ例えば利用児童1人当たりの面積でねその1.65ぐらいのところを見てもですねその他の面積を入れたらまあ3を超えるところもあったりですねえ9を超えるところもあったりえするわけなんです。で あの何が申し上げたいかというとねその,その他の面積っていうのは余裕空間やと思うんですよね子どもにとっての撮影の,のトイレであるとかですね、まあ、その廊下なんかその他の部屋なんか分からないですけれどもそのこの1.65だけに縛られて考える、まあ、もちろん森さんよくよくご存知だと思うんですけどね1.65だけに縛られるんではなくてそれ以外の,そのスペースの誘度もですねあのやっぱりこう客観的にこう見ていただきながら。 でやっぱり今後老朽化の話とか建て替えの話とかいろいろ多分出てくると思うんですでそういう時にはそういったその全体の,、ね、その余裕度のあり方っていうのがその厳しいところを、ね、やっぱりしっかり手当てをしていっていただきたいなというふうに思いますし、まあ、そういったいろんなあの生活環境の部分についても。あの 京都市としてもです、ね、事業者任せになるんではなくて、あのしっかりと定期的にあの確認をしていっていただくとか、で先ほどの修の学院児童館、学童保育所の件に関してはです、ね、老朽化の度合い、その具体の状況についてはです、ね、一定、やはり一度です、ね、確認を取っていただきたいと、専門家の目でですね、と思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。福井部長 まあ今後、いろいろ児童館と建て替え。 あの危機に迫っている状況ではもちろんございませんけれども、今後、そういうあの状況が生じてまいります、その中で、今、委員おっしゃいましたように、我々その子どものまあ数、それから共働き世帯の増加ということで、いろいろあの考え、いろんなことを考慮しながら、子どもが余裕を持って児童館、また学童を使,えて使っていただけるような、そういうあの仕組みというのを作っていかないといけないと、これは当然ながらのことでございますので、しっかりと検討してまいります。から、えー えー、修学院の学童保育所でございますが、あのー、まあそのそのいろいろ老朽化というご,ご意見もございます。私どもいろんな方からもあの委員以外にもいろいろお聞きをしておりますので、えー、その調査等についてはあの検討してまいります。さびん、ありがとうございます。やっぱりあの保護者にとっては子供をねあの預ける場所、非常にどんなとこかなっていうの関心は強いとこですし、やっぱり子供の安心安全がね一番やっぱり。 あの大事なところだと思いますので、その辺をこうしっかりと保護者の方とあのコミュニケーションを取りながら皆さんに安心して預けていただけるような施設であってほしいと思いますのでよろしくお願いいたします。もうあの時間がないので最後にあの一言だけあの児童養護施設の対象者等の支援の充実についてあのこれについてはあの私もあの前任期の委員会であのしっかりと後と一応させてほしいということをお願いしてた。 ところなんですけれども、まあ今回もこの継続支援計画しっかり作っていただいてフォローしていただけるということですので、ぜひともあのお願いしたいと思います。以上です。はい、進行いたします。豊田委員。どうぞ。ええ、私の方からは医療的ケア事について質問させていただきたいと思います。平成三十年度決算では。 日常生活を営むために医療を要する状態にある医療的ケア児の保育所等での積極的な受け入れを図ったと総括をされております医療的ケア児保育支援事業としては平成30年度7か所で実施をされ11名の受け入れをされたとのご報告でした医療的ケア児保育支援事業として1766万8000円の決算額となっていますがこちらの詳細をお知らせいただきたいと思います 医療的ケア児支援モデル事業として東桂坂保育園約238万円五所の森保育園ほか1 5五百3 0 0万円が計上されているわけでございますがこの金額の詳細をお知らせください荒木市長、はい、あの私どもあの、医療的ケア金額の大元はあはほとんどは看護師の人件費になっておりまして で、あの医療的ケア時につきましては、あの障害のこう、重度重たいかどうかではなくてですねそのその子供にどれだけの時間をこう、えー、ケアをしなければならないか、そういったあの軽い方でも長く、あのずーっと見直し、あのえー、見守りが必要。という場合については、あの区分を重たくしております。で、1番あの長い時間、おおむね。9割程度、あのまあ、見守りと医療的ケアが必要という場合にはですね、えー、今の今年度予算で言いますよ。4、えー。月49万円ほど。 予算を、まあ、あの看護師の配置しようとして、あの支出をしておりまして、ほとんどはその人件費と考えていただければと思いますはい、はい決算額のほとんどが看護師の人件費であるという点、理解をさせていただきました、看護師1人当たり、ですね約年間434万円ほどのコストが必要だとお伺いをしております。 この医療的ケア児、保育支援事業を実施された上で、人件費以外にも浮かび上がった今後の課題等があれば、ご説明をお願いいたします荒木市長あのまずはあの事業のその、事業が満点して今後も運営していくという部分と、あと個人といいますか、そのケアの内容で2つ分かれるかと思うんですが、まずは事業の安定運営の点から言いますと、えー、今年度の予算は、ね、6420万円。 となっておりまして、え、そのうち国費がですねえ、350万円ほどしか入っていないとえまいう状況でございます。あの国はモデル事業という言い方をしますから、まあ、必要な方の一部だけ、まあ見ればいいとそう思ってるんかもしれませんが、私どもはやっぱり必要な方は全て受け入れをしておりますので、えこれ財政面でもですね。かなり、あのえ、自治体の負担が大きいということがございますし、また政令指定都市についてはですね。えー、ま、負担が2分の1とまあ、政令市以外は？ まあ府の都道府県の補助が入りますのでそういった意味でもまあ政令市にとっても財政的な支出が多い,多いということでありますとかあとまああのこれ看護師さんがですねご自宅に訪問看護に行かれますとこれ医療保険の対象なんですね。とところが保育園ですと対象外全額あの じまあ、持ち出しってなりますかね、そういうような医療保険の適用対象外になっているということから、今後、この医療的ケアが保育施設で本当に広がっていくためにはです、ね、そういった制度的なこともまあ十分な検討が必要ではないかなというう思っていますで、もう一点あの、個人、ちょっと長くなって申し訳ございませんが、個人のケアの部分でございます、であの30年の当初はです、ね、医療機関併設型の、えー、施設で、まあ、あの多くを対応いただいてたというところなんですが。 今年度につきましては、医療機関、併設化ではない保育園でも看護師を配置をして、実施をしているというところでございます。で、ドクターとまああの連携をしながら取り組んでますので、今現在、特にそう大きな問題になっておりませんが、やはり看護師さんのお話を聞くと、ですね何かあったときにどないしよかというような不安な点があるということを、いかにこ医療的な面でフォローしながら進めていくのか、大切かなというふうには思っております。 ご説明いただきましたように医療保険が適用されないためにこの入所の障壁となっているというのが最大の課題だと考えております、えー、京都市独自の財政負担ではちょっと限界があるかと思っておりまして国に対しても要望されているところでありますがこちらの今後の見通しや展望等はいかがでしょうか荒木市長、えー、私ども機会あるごとにです、ねあのえーまあ、内閣府等に、まあ、厚生労働省には要望しているんですが なかなか医療、これ、適用しますと、かなりの公費負担になろうかと思っております、まあ、それは別におきまして、やっぱり医療的ケアジの受け入れを進めていく必要があるということで、そういう使命感を持って私ども要望してるんですが、なかなかこれについてはです、ね、えー、難しいというような回答をいたることがまあ多いという状況でございます。 あの京都市内におきましてあのどれだけの医療的ケア児がいるのかと思いまして事前に局の方に確認をさせていただきましたえ0歳から6歳の就学前の医療的ケア児は約100名程度いらっしゃるとのご回答でしたすべての医療的ケア児の方が保育園の入所を希望されているわけではありませんが医療的ケア児が保育園に入所するためには 集団保育が可能であるという医師の診断書が必要な点ですとかまだまだ受け入れを行っている保育園が少ない点と様々課題は山積していると考えておりますハード面ではあの改善に向けて取り組んで国と連携して取り組むが必要かと思いますけれども本市といたしましてソフト面で課題改善に向けての今後の取り組み方針はいかがお考えでしょうか荒木市長まああのソフト面と言えるのかどうかわからないんですがあのえまあ そうですね、あのまずはその保育施設でありますので医療機関ではありませんのでどうしても集団生活が可能かどうかということがないと集団生活ができないというなれば。 これ保育園ではございませんのでちょっと対応できないのかなと思っていますがと言いながらでも実際にはまあソフト面といえるかどうか分かりませんがまあヒアリングカンファレンス等頻繁に開催する中で,ですねその障害のまあ重たい子でもまあその状態に応じてケアをしてきておりますのでそういった意味ではまあ施設の整備というのもあとその拡大というのも十分大切だと思うんですが。 どうどう相談支援体制ですかね、そういったことをしっかりまあ構築していくことも重要ではないかなというのは考えております今年の3月に本市がまとめられました、京都市障害のある児童に係る実態把握調査の結果報告を拝見いたしました、医療的ケア児のニーズとしては、レスパイトケア、短期入所へのニーズが高いことがうかがえます。 ほぼ24時間の看護を行っておられる保護者の方にとりまして、一時的な休息を取ることが非常に大切かと思いますけれども、医療的ケア時のレスパイトケア、短期入所に向けての今後の展望はいかがでしょうか。大泉担当部長はい、あの 今委員からご指摘いただきましたように、あの本年度あのアンケート、本年というか昨年末でございますが、えー、障害のある子どもンターの実態調査をしたところでございます。あのまあ、デスパイトの規模等が多かったというの事実でございましてですね、あのなかなかやっぱ受け入れのまあ。 個別のやっぱり子どもさんの状況が異なりますので、それまで行っているような医療機関等において対応している部分が多いんですが、あの絶対数が少ないというのは事実かと思っております。あのまあ、ショートステートにつきましては保健福祉局等で対応させていただいているわけでございますが、そういったところともしっかりと連携をしながら、今後に向けて、まあ、どういったことができるのかということを含めてです、ね、対応して考えてもりたいと思います。東大院 えっと、私です、ねあの、実際に、えー、医療的ケア児受け入れをされている保育園と受け入れを行っていらっしゃる小学校に実際に視察に伺ってまいりました。 そこで感じた点でございますが保育園におきましてはやはり年齢が低いために専門の看護師の方がつきっきりで保育に当た,られ当たらなければならずまだまだ課題が山積しているということを強く体感させていただきました一方です、ね、受け入れを行っている小学校の視察に伺いましたが対象の医療的ケア児は普通学級に在籍をされておりました。 年齢が上がって自分のケアを自分でできるようになれば普通学級での生活も可能であるということを体感させていただきました医療的ケア時に対応できる看護師や教職員が不足しているということが課題ではありますが妊娠・出産乳幼児から若者までの切れ目のない支援を謳われている本市といたしましては就学が可能な児童については可能な限り普通学級での受け入れ拡充に向けて取り組みを進めていただきたいと考えております 小学校受け入れに関しては、教育委員会の所管でありますが。本局と教育委員会との連携の取り組み状況はいかがでしょうか。はい、あの、まあ、今、ご指摘のように、あの、まあ、小学校の入学の際にですね。あの、教育委員会、あの、まあ。 あのスれゼンオスマンの学校の小学校長さんにご相談される中で一定の対応されているという認識でございます。あのスリゼンところから私どもにつきましてもですね、まあ子どもハムクミストにおいていろんな検診等を通じた形でえまあ対応していくその中でえまあ例えば小学校に限らず保育所等も連携しておりますし、学校入られてからでもですね強いて応じてあの対応するところでございますが、非常にやっぱり。 あの医療的ケアの場合、個別性が高い条件がございますので、そこにつきましては、やっぱり学校中心にやっぱりとあの捉えていて、対応していただいているのが実態かと思っております。今後につきましては、さまざまな換気機関との連携が必要だと思っておりますので、教育委員会とも含めて、連携を含めていく必要があると認識しておりますあ。荒木市長、はい、あの保育利用をされれておられる方の場合なんですが 来春卒園予定の方、5歳児で卒園される方について、私どもあの年2回、これはあの卒園関係なし、年2回、関係者のケース会議をやっておりますして、その場にあの小学校も担当のまあ教育委員会の方にも来ていただいて、ですね、具体的にこう,こういう形の症状の状態の子どもですとか、いろいろそういうまあスムーズにまあ保養用を連携といいますか、進むようにそういったことはさせていただいております。 はい、今後も就学支援に向けてしっかりと連携に向けて取り組んでいただきたいと思います私も娘を持つ一人の母親でございます子育てに行き詰まった時ですね保育現場の皆様からの助言やアドバイスに救われることも多々ありました保育園は子供が成長する場所であると同時に親も安心できる場所であってほしいと心から願っております今後も子育て家庭に寄り添う温かい保育環境の維持を期待させていただきたいと思います続きまして 貧困,家庭の子貧困家庭の子ども、青少年対策に関する実施計画に掲げる、ケース133の施策を推進されたと報告をされておりますが、その中でも主に重点を置いて取り組まれた点についてご説明をお願いいたします。福井部長 貧困家庭にあの対します、まあ、支援の中心的な問題でございますが、あの貧,困まあ、貧困家庭、またひとり親家庭というあの状況の中で、えー、やっぱり経済的支援、それから、えー、就労の支援、まあ、この2つが大きなあの位置づけだと考えております、で子どもさんにとりましては、えー、先ほど来あの質問をいただいておりますが、就、まあ、学支援、学習の支援というのが、えー、柱になるというふうには考えております。以上でございますどうだい わ、はい、かりました、えっと、私はあのコンビニエンスストアのフランチャイズ経営をしておりましてコンビニエンスストアから見える現代社会像というものが業界でも話題になっております若い世代の子どもたちが普通では考えられないような遅い時間に深夜のコンビニに立ち寄る集まってくるその理由は家庭に居場所がないわけでございますそして毎晩一人でコンビニ弁当を買いに来る低学年の子どももおります本人に尋ねますと夜は自宅に親がおらず 自宅で一人でコンビニ弁当を食べて夕食を済ませるそうです私も一人の母親として胸が締め付けられるような思いになるわけでございます子どもの育つ環境整備は主に家庭の責任が大きいとは思いますが真に支援を必要としている子ども若者への支援は行政の介入が必要ではないかと考えておりますコンビニへの来店により児童虐待が発見された事例も多数報告をされており行政と民間との連携により きめ細やかな支援につながるのではないかと考えております真に支援を必要とする子ども若者への切れ目のない支援として今後コンビニ等をはじめとする民間との連携はどのようにお考えでしょうか福井部長 えー、あの先ほどもあのご答弁申し上げた中身、かぶる、あの自腹することになりますが、あのまあ子ども食堂をはじめ、えー、そういうあの子どもの居場所というのがあの非常にあの重要な位置づけになっております、その中で、子ども食堂にちょっと特化してお話しさせていただきますと、コンビニエンスストアの事業者の方から、そういうあの食材等を提供いただきまして。 まあそれをあのその子どもさんたちにあの提供いただくというようなあのそういう事業、協力をいただいておるところでございます。また、いわゆる子どものそういうあの夜,間への夜間のそういう,まあ何て言う徘徊といいますか、夜間にそう,いう,あのうろうろするというようなことについては、本来あの望ましいことはございませんので、そういう、これはもう地域の見守りとか、また関係機関等との あの連携でそういう対策もあの検討していくことになろうかという,ふうに考えております東大、はい、子ども食堂のご答弁ありがとうございますあの実際、子ども食堂を運営されてるんですけれども本当に支援を差し伸べたい貧困家庭の子どもの参加というのがまだまだ伸び悩んでいるのが現状ではないかと思います。 コンビンビニエスストアです,はですは、ね、あの門戸が非常に広いので子どもの貧困等もあの店員等が感じることができますのでさらなる取り組みを進めていきたいと考えておりますであのコンビニは24時間を営業しておりまして店舗数は国内で5万6000店舗を超えております行政よりもより市民生活に近く誰もが気軽に立ち寄りやすいという大きな利点がございます その利点を生かして児童虐待や DV の緊急避難場所地域の居場所づくり緊急災害時の簡易避難所等さまざまな連携の可能性を秘めていると考えております業界全体としても地域貢献や行政への協力を積極的に行っていきたいと考えておりますので今後もさまざまな連携の展開を模索していただくことを期待いたしまして質問を終わらせていただきます進行いたします森田由美子委員 私からは子どもの医療費についての質問をしたいと思っています、えっと、子どもの医療費は3歳未満が月200円保護者の負担で、えっと、3歳から助成制度があるけど実費が増える、えっと、しかしあの,歯科の治療費は小学生だけが無料になっているっていう制度がありますで子どもが保育園に通っていた時にきの兄弟の多い子の保護者はその制度を知っているので幼児期の子どもが 歯科検診とかかかで引っかかっても虫歯の診断をあの受けてんねんけど治療させずに多くの保護者が小学校入学まで我慢していたっていうのがありました幼児期の歯科検診で虫歯と診断された件数と治療した件数は把握していますかと子どもの虫歯と家庭環境は比例しているという研究もあります貧困世帯や夫婦共働きで忙しくしている家庭の子どもは 虫歯が多いと聞いています。未就学児への虫歯の無料制度拡充は。絶対必要だと思いますが、いかがですか。福井部長。現在、あの、京都市におきましては、あの、学童福対策事業としまして、小学生の虫歯の早期治療を目的に。 自己負担相当額を本市が負担することとあのしております。これはもあのまあ入寺からあの永久帰途あの廃川るまあ小学生の時期にそういう対策をしようということで実施しているもので、あの昭和三十六年から実施しているものでございます。また市にもなかなかあの例のないあの本市のかなりあのと得意な あの事業だというふうに考えております。一方で、えー、入院児・子ども医療に関しましては、えーまあえー、先ほど委員おっしゃいましたように、三歳までは二百円それからあの。その後は、えー、通院に関しては、あのこの九月から千五百円のご負担で、えー、医療費の負担をしておるところでございます。まあ、その制度の中でいうと、えー、現在あの実施しております。学童児事業。それをあの入院時まで、えー、拡大するのは、ちょっと財政上、非常に。 あの難しいございますし、のその必要性等も含めて、また都心、例のないものでございますので、私どもとしても、今、その時点、それを拡大するという方向にはございません。こうやってね、子どもをあの歯医者さんに連れていけへん家庭はね、母が抜け替わるから大丈夫やと思ってるお母さんいてるんですよ、保健福祉局も同じ、認識ですか、違うでしょ。 あの子どもの医療費は一刻も早くあの京都府、京都市内でね遅れてる断トツに遅れてるんやし本来子育て支援を謳うのなら子どもの医療費はね全額無償にするべきやと思います京都府の補助制度に伴って9月から先ほどもおっしゃってましたが。 1500円を上回った医療費は助成されることになったのは一歩前進やと思ってますけどでもね今まで子沢くさんの家庭で1人でもインフルエンザにかかったらねみんなが結局受診することになって病院代とかあの調剤薬局の薬代,7代とかであの会計の窓口はね対応は1500円以上はあの無料やけど。 いろんなところ行ったらね1500円までは払わなあかんということになってねでそ,れその後はあのは申請したら帰ってくるということになるんですけどでもあのその調剤薬局ね今までやったらねあのそ,そういう,もうひっくるめたら3000円以上1人の子がかかったとしても数百円のことやからっていうことでねあの申請しない家庭も多かったと思いますでも今回ね1500円になったということで該当者がね ぐんと増えるはずやしこの制度ももっとねあの知ってもらうべきやと思うんですであのしせやけどあの平日に休みを取ってね保険所とかそういうとこでねその手続きの用紙を取りに行くのもあの仕事を休んでまでするようなあのことができない家庭も増えてますしパソコンを持っていない世帯はね検索してプリントアウトすることもできないと思うんですよ。でそ,そこでね あの医療機関の会計の窓口に、交付金の申請用紙を置くように依頼してね、制度の説明書や、あの1ヶ月分のね、医療費の記入用紙や、封筒とかをセットしてね、置くようにすれば、忙しい保護者が申請しやすくなると思うんですけどいかがでしょうか。福井部長 先ほどちょっと私の方でご答弁申し上げました、乳児から永久歯に生え変わると答弁させていただきましたも、決してのえ変わるから必要ないという、そういう趣旨で申し上げたわけではございません、当然、乳児、乳児の段階でも、あその形成だとか、いろんな要素があるというふうに私も聞いておりますので、決して乳幼児期の虫歯を放置していいという、そういう趣旨で申し上げたわけではございません。それから今委員おっししゃいまたように あのまあ、私どもの申請書というのは、基本はあのホームページでもダウンロードできます、あの多くの,あのご家庭ではおそらくあのわざわざその市役所のところ区役所のところに取りに来ていただくよりも、ダウンロードでえー入手していただいているのではないかと思いますが、まあ、それがあのパソコンのない方、どうしたらいいのかというあのご趣旨でございますので、まあ、それにつきましては、私どもすべての,あのどの区役所、支所でも。 えー、来庁であの提出もできますしあの自分のお住まいの行政区だけで申請できるものでもございませんし、まあ、そういうあのいろんなあのところでのアクセスできるような工夫はしてまいりたいと思います。で一方であの 各医療機関にそういう申請書を置くということにつきましてですが、まあ、あのそれぞれ医療機関には、まあ、患者さんというのは年齢とか、えー、性別、症状も様々でございますあの、お知らせする情報も多岐にわたりますので、えー、特定の,あの制度に限った取り扱いをお願いするということは、現在のところは考えておりません。森田 現在のところ考えてないって言いますけどそれはねやっぱりあの忙しい家庭が増えてる中そういうことも考えているべき時やと思いますしあの育み局子ども若者育み局っていうところでねそういうところは医療機関と協力してやるべきだと思いますあのでね消費税が増税されてね郵送代も上がってきててバカにならないんですよであの郵送料もねそういうのもあの補助することができないかなと思うんですけどいかがでしょうか副部長 あの本市が郵送代を負担するというような場合で一応算定いたしましたけれどもその場合に毎年少なくとも1000万程度あの費用が必要になります非常に厳しい財政状況の中でその1000万の負担を本市がするというのは難しいと考えておりますあの自治会のね自治記念とかね行事とかねそういうあの消防あのサイ別のね そういうい返信はがきが入った封筒が、ね、送られてきてそのはがきをね郵送するのす自体が無駄やと思うんですか思うんで,すでそういうのがあのできるお金あるんやったらその分を回してでもねで町内の,あのことやったらその市役所の中にねもうなんていうのかなあの目安箱みたいな感じで箱置いといてそこに。あの 紙入れたらそれで町内のことはいけるようなねことも連携しもってそういう。 子育ててて世代にに、ね、優ししいいいいこととをあの考えってほて思まますす、えー、次の質問に移りますあの放課後学び教室についてなんですけどあの先ほどからいっぱいあの放課後学び教室の話出ましたけどあの放課後の、ね、児童の居場所で学童保育のほかに放課後学び教室があの先ほども、ね、ありましたけどあの私の長男がね高校あの今2年生なんですけどそれがあの小学校に入って。 入るときにこの制度ができたっていうことなんですね、10年ぐらい前、11年ぐらい前の話になると思うんですけど、その時に吉祥院小学校、うちの子どもが通ってたところでね、放課後まなみ教室を創設する説明会があって参加したんです。いずれも元 PTA の会長さんが2人で責任者として担当することとか、あの優勝ボランティアの募集をしていることなどの説明がありました。であの毎日 学び教室の保護者用記入カードにね預かってもらいたい時間帯とか体調とかねでこんな風にしてほしいあの、まあ、宿題だけ終わったら帰らせてほしいとかねでそういうあのことを書いてあるのをあの記入していそれを記入して反抗して子供に持たせたらねあの見てもらえてたんです。ではあの月曜曜日日日から金曜日まで毎日あの見ててていいただいてて あの地域の強い要望でね夏休みだとかも受け入れてくれていました、KBS でもそれをね紹介してあの放送されていましたで先日、登録者の数を聞いたらね100 160人登録してるっていうことでしたそれをねボランティア任せの運営自体がね問題だと思うんですあの学び教室のねボランティアも先ほどから確保が難しいっていうことがねあの言われていました。 で学童保育もスペースが狭いって報告されていてね学びの教室を本格的に運営するためにね専門職の責任者が担当するべきだと思いますがいかがでしょうかク部ブ長、えー、放課後学び教室につきましてはあの平成19年度から実施をしておりまして 平成21年度から全小学校で実施をしております、で先ほど来、ご答弁申し上げておりますように、あの放課後学び教室につきましては、えー、地元の方、地元のボランティアの方のご協力によりまして、えー、事業を運営しているところでございます、でえー、ボランティアの方につきましては、あのアドバイザーの方が800円、サポーターの方が700円、時給として、ボランティア謝礼として支出しているものでございます。 この仕組みそのものを変えてボランティアと違って一種の委託事業のような形でするのかどうかにつきましては 先ほど申し上げましたようにあの、いわゆる行政主導という形で実施していくのか、それとも今,今現在、あの実施していただいているような地元の皆さんのご協力の中でやっていくのがいいのか、その辺につきましては、あのまたこれからも検討してまいりますが、現時点でこの仕組みを大きく変える予定は現在考えておりません。森田委員 えっと、先ほどもお話出てましたけど学び教室の優勝ボランティアでね1時間700円とか責任者だけコアの人だけが800円っていうことですよね。であの教室がね運営されている時間以外の残業代はねあの残業費は1時間だけ認められているっていうことで責任者の方は先ほども紹介した事務的な手続きをねして。 びの保護者記入カードのチェックとか保険の事務作業のためにね昼の1時から夜の7時ぐらいまでね毎日働いておられてほんで1日3000円ぐらいいやっていうことですでそ,それをねあのしかもスキルアップの,あの教室、講座とか案内が来てねそれに参加しても交通費すら出ないボランティアなのでスキルアップしたところでキャリアアップしたことにもならない。 問題だと思います誰でも真似をできることではないし全ての学び教室で地域の人も子どもも安心して放課後く過ごせるように対策を求めますで続きまして次の質問に移らせていただきます子どもの文化会館について 子ども文化会館は、えー、と昭和の57年に府市協調で開設しあの、えー、と老,老朽化とかの問題であの、まあ、利用者の減少とかの課題があって今後施設の在り方を議論するということで全3回の懇談会を行ったとの報告書を見ましたこの課題を見ていて私あの気づいたことがあるんですけど私が劇団で児童劇など全国であの学校をね 巡演していた時に大阪の子ども文化会館で一週間ほど滞在して毎日同じ作品を演じていたことがあるんです大阪中の小学生が変わる変わる子ども文化会館に訪れて同じ芝居を見て学校によって反応が違うのであの演じる側もあの毎日楽しかった思い出がありますあの先日大阪の子ども文化会館に電話,電話をして今でもこのような取り組みをしているのかと質問をしましたが 当時は西区であった会館が老朽化のため今はこの花区の会館で同じように取り組んでいるということでした以前は教育委員会が担当の取り組みだったが今は子ども青年局という部局が、ね、担当しているらしいんですで毎年作品を選んで企画して募集をかけて学校や保育園幼稚園の応募があって子ども文化会館で取りまとめて上演に至るそうです 私が所属していた劇団は幼児向けとか小学校向け、中高生向けの作品を大体あの3年をめどにねあの巡回してあの全国を回っていました、京都市もこのような取り組みができるのではないかと思うんですけど、いかがですか福井部長、えー、京都子ども文化会館につきましては、まあ、本市があの幼稚園を提供して、まあ、京都府がえ施設を作って運営しておるところでございます。 えー、昭和57年に設置したものでございまして、えー、昨年の,あの時,点昨年時点で、えー、検討会の中からあの一定の報告書が出ておりますでその中で、えー、私どもとしましては、まあ、現在まだ存続廃止の結論というのを出しているわけではございませんあの現在京都府と、えー、調整あの協議をしておるところでございますあのずっと重ねておるところでございますが、えーまあ、あの一つ言えますのは昭和57年の時点と比べまして、まあ、それ以降京都市で今 北区の北文化会館等も設置をされております。 まあそういう状況もあの設置時点とは少し状況も変わっておりますしまたあの、えー、施設そのものが大変老朽化しておるということで、まあ、その利用そのものをそのままあの利用していただく状況というのはあの今後、継続的に、えー、安全に利用していただくという状況には非常に問題があるのではないかと考えております、まあ、そういう中で、えー、存続廃止につきましてはあの検討を今後もしていく予定でございます。森田由美子委員 えっと、立地の問題であの交通不便地域とあの書いてあったと思うんですけどねあの駐車場の問題とかもありましたこれもね劇団にいた頃府内の文化的な取り組みに対して京都府がバスと運転手を無料で貸してくれるっていう制度があったんですでその制度を利用して私たち劇団であの宮津とかね何回もあの行ったことがあるんですであの府市協調の事業でもあ,あってね宮津の宮津とか あの府内周辺部の子どもたちに、ね、お弁当を持って京都市内の文化に触れてもらえる機会にもなると思うので府市協調としてそういう制度もできるんじゃないかと思うんですであの意見の中にエンゼルハウスがあのさっきも言ってはりましたみたいにあの周辺部にね会館が増えてエンゼルハウスの需要が減ったというのもありました確かにせやけどあの東京はねもっと劇場が多いです全国を巡演ししてみましたが いてましたが東京や大阪の子供は反応がすすごく良かったんです京都での学校公演は子供の反応が薄くて面白くないのかなと思っていましたが公演が終わった後は必ず子供たちがセットをばらしている体育館などに来て面白かったまた同じの見たいまた来てと声をかけてくれました先生にいてまた呼んでねと言っていましたし同じ学校で何回も呼んでくれました劇団の会議でも京都市の子供の芝居を 子供がね芝居を見慣れていないという印象が語られ出してきました問題視して,してもいました文化庁が東京から京都に来ると決まった今文化の交代があってはならないと思います施設の存続と機能の拡充が市民の願いです市民の要望に沿ったエンゼルハウスの今後を考えていただきたいと思いますがいかがですか。まま、えー、もなく15時、午後もありますが、森 子委員の質疑が終わってから休憩したいと思います、よろしくお願いいたします福井部長、えーま、先ほども申し上げましたけれどもあの、ま、廃止存続の結論を出しているわけではございませんので、今時点で、えー、その方向性というのを申し上げることはあのできない状況でございます、それはご理解いただきたいと思います、まその上で、えー、一定報告書にもございますように、あの建て替え、ま、大規模改修で約10億円。 それから建て替えに要します費用としましては、解体費を除いても20億円以上というような巨額な財政投資が必要な状況でございます。そそのの状況の中で、で、うういう費用をかけてまで ま会館として残すのかどうかこれについては説明責任があの必要だというのはあの厳しく指摘をされているところでございますまあ、その中でえ子どもの文化若者の文化ということについては私ども決して軽く考えているわけではございませんあの子どもの時期からそういうあの訪問に触れるまたその生活文化というものに。 関わっていくというのは非常に重要なことだと思っておりますので、まあ、そういう機会を奪うことがあってはならんと思っております。まあ、一方で、あの先ほども申し上げましたように、あの昭和57年度,年度あの、エンゼルハウス、こども文化会館の設置時期と比べまして、状況も変化しておりますので、まあ、そういう状況も踏まえまして、今後の在り方については、あの引き続き検討してまいります。それからあのすいません先ほどちょっと私あの、えー、委員の方で、えー 子ども医療費の申請のことであの、ちょっとお問い合わせいただいた、ご質問いただいた中で、ちょっとあの答弁あの、少し足りないところございますので、ちょっと補足させていただきます。あの申請書の提出で、まあ、郵送代を負担いただくというのは、基本的にはあの来庁していただいたときに、まあその、いわゆる交通費、バス代等の交通費が負担されるということとの整合性ということがあの考えられるものでございます。そういういい意味ではは一定の,あのご負担をすることについては あの私どもとしてもお願いをあのしていかざるをえないものというふうには考えております。あの将来的にはあの電子申請等というような流れになるのかと思いますが、まあ、現時点で、えー、そういう電子申請の,あの時期といいますか、まあ、実施のメドが立っているわけでももちろんございませんので、えー、将来の課題として、あのその申請の,、えー、その負担軽減ということについては考えてまいりまますすすす以上でででございいいよろししか、えー、質疑の途中ですが暫時休憩いたします。 再開時刻は15時20分といたしますなお5分前に予告放送を流しますのでご了承願います